どうも、達也です。どうですか？皆さん、ちょっとずつね、元気になってきているかなと思います。さて、今回なんですけども、ちょっとずつ、そのメンタルのためにも、ちょっとずつ、外を見る習慣をね、つけてほしいなと思います。ね。夏にね、なり始めて、家の中にこもることが増えると思うんですよ。で、そうすると、やっぱりね、僕たちの、その、注意もそうですけども、どうしても家の中のものに注意が行くことが増えると思います。で、そうすると、外の光を目の中に入れることも減るだろうし、外にある自然を見るっていう、そういった時間も減ってしまうと思うんですよね。で、その代わりにスマートフォンを見る時間が増えたりして、多分この状態っていうのはメンタルヘルス的にとてもよろしくないと思います。いうことが考えられるんですよね。で、そのスマホを見る時間が増えちゃうと、どうしてもニュースとか広告とかを不安を煽るようなそういったものを見る時間が増えてしまうってことが考えられるので、やっぱりその定期的に意図的にちょっと空でも眺めようかなという、そういった時間をね、作ってほしいなと思います。外でね、まあ、自然でもいいですけどね、外の自然ね、こういうふうに。ね、意図的にこう見えますかと、外にある自然っていうのをこう見えます、意図的に、ね、自分で見に行くようにしてあげてください。じゃないと家の中にあるスマホとかそういう情報をね、SNS にしましょうか、 SNS とか、テレビに注意が取られてしまってね、こうやってこういう感じに外に注意を向けないと、どうしてもやっぱりこっちの SNS とかテレビとかそういった広告みたいなものに注意を持っていかれてしまって、そこから入ってくる情報っていうのは皆さんのメンタルをこう疲れさせてしまったりっていうことも考えられるんですよね。で、それ以外にも自然、外にある自然っていうものにはたくさんの良い効果が、あると言われていたりしますね。よくその森林浴ってね、聞くことがあると思うんですけど、森林浴っていうのは自然の中を歩くっていう、そういった、ね、なんとなくそんな感じのイメージだと思うんですけど、そういう感じで全然よくて、この自然の中にいると僕たちっていうのはどうしやっぱりね、リラックスするようなんですよね。かなり強力に自然の中に行くとね、はい。なのでこの外にある小さな自然でもいいんですけども、そこを見に行くとかでもいいし、ちょっとこう空を見て、空を流れている雲をちょっと観察してみるとか、そのあたりに飛んでるような鳥がいたりとか、まあ日本だと鳩とかスズメとかがいるかなと思うんですけど、そういったものに目を向けてみたりっていう、その自然の方に目を向けるっていう時間を増やしてあげてくださいね。なかなかこう家の中にいてカーテンを閉めて部屋のライトだけで生活していると、こういう時間も減ってしまいますし、僕たちの目に入ってくる光の量も減ってしまうし、体が浴びる太陽光ね、太陽光を浴びる時間っていうのも減ってしまって、あまりよろしくないような状況になってしまうっていうことが考えられるんですよね。で、こういう部屋の中の時間が増えたからこそ、そういったことを意図的に、生活のルーティンの中に入れていってほしいんです。採用していってほしいんですよね。で、なかなかとはいえこう習慣がつかないと思うんですけども、その場合は1時間に1回深呼吸するとともに窓を開けてあげるとかね、窓を開けることによって僕たちのメンタルの調子っていうのもやっぱり良くなりますし、空気の入れ替えにもなりますし、でその時にちょっと外に見てみるね、こうやってぼーっと、あ、雲が動いてるなーとか、このぼーっとちょっと外を見てみるっていう時間をちょっとずつ増やしてあげてみてください。でその時にその飲み物を持って行ったりとかね、食べ物を持って行ってもいいと思います。何でもいいんですけども、ただぼーっとちょっとスマートフォンとかそういったものを見る時間よりも、そういった自然をなんとなくぼーっと眺める時間っていうのを、増やしてみたり、はたまたちょっと外行ってみようかなと思ったら、日傘なんかを持ってちょっと、外を散歩してみるっていうことですね。とてもおすすめかと思いますね。で、こうやってちょっとずつ自然に触れる時間っていうのをね、増やしてあげてほしいんですよね、なるべく。で、そのためにこうやってちゃんと日頃から自分の意図的に
自然に触れる時間っていうのを増やそうと思って行動し始めるっていうのがとっても大事かなと思います。ね、なんとなくね、皆さんどうですか？なんとなくこう生活していると、気づいたら夜、朝起きて、なんとなくぼーっとして、まあ仕事したりして、学校行く人は学校行くして、行ったりして、まあ何もしないって言う言い方があるですね。まあ行かなくて家でね、こうゆっくりしている人はゆっくりしていて。で、ただぼーっとしてると、まあいつの間にかこうお昼になっちゃって、で、夕方になっちゃって、で、ぼーっとしてたら夜になっちゃって、気づいたらもう寝なきゃ、みたいなね。そういう生活習慣がぐる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 動いてると思うんですよね。じゃない、そんな中で、ああ、でも今日はね、そういつもの生活こんなんだけど、今日はちょっと外の景色を見ちゃおうかなと。そしてその景色を見に行く。っていうことをやってみて。で、ね、そこからこう、ちょっと外で出てもいいし、自然の音を聞いてみてもいいですし。で、そうやってちょっとずつ自然に触れる時間っていうのを増やしてみたり、自然を見る、自分から見に行くっていう時間を増やしてあげてください。うん。失礼しました。ね。で、こういうふうに、その自然に触れる時間が増えていくと、なんでしょうね、ストレスが低減したりとか、体の中のそういった自然に反応するようなものっていうのが活性化されたりとかね、するって言われていたりとか、匂いとかもそうですし、フィトンチッドって言われるね、そういったものが体に、まあ割といい影響を及ぼすんじゃないかと、言われていたりとかするんですよ。ね、そういう状況っていうものが、こう、夏になったりとか、特に梅雨もそうですけど、部屋の中にいる時間が増えれば増えるほど、その、有益というかね、体にとってメンタルにとっていいと言われている時間が減ってしまうんですよね。うん、それは皆さんがいいとか悪いとかっていうわけじゃないんですけども、減ってしまうからこそ意図的に、曇ってても雨降っててもちょっと外を眺める時間っていうのをこう増やしてあげてほしいかなと思います。ね、どうですか皆さん、今振り返ってみてどれぐらい自然を見る時間がありますかと。まあ、自然じゃなくてもいいんですけど、空を眺めたり、ぼーっとね、なんとなく空を見てみたり、雲が流れてるなとか、夕日が綺麗だなとか、あ、スズメが飛んでるなとか、カラスがいるなとか、そういうね、花が咲いてるなみたいな、そういう自然に触れる時間っていうのは皆さんどうですか、ありますか、ね、現代社会においてものすごく減ってるものの一つだということがね、考えられるんですけど、減っちゃうとやっぱりこうあまり良くなかったりするっていうことが考えられるので、増やしていかないといけないんですね。減っちゃったから意図的に増やしていく。で、もしできるのであれば、小さなね、観葉植物を窓際に置いて、一緒に生活してみるとかでもいいです。こうやってちょっとずつ本物の自然に触れることで、僕たちっていうのはメンタルの調子がある程度ね、回復するんじゃないかっていう、そういう話が結構あったりするので、ちょっとずつそういう風な、時間っていうのを増やしてあげてほしいと思います。で、外へ行くと鳥がチュン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 鳴いてたりとか、そういう音にも僕たちっていうのはやっぱり癒されたりとか、なんとなく咲いてる花もそうですし、なんとなく生えている木もそうですし、そこにどんぐりがついてたり、下にね、イチョウがなんとかとか、そういう自然をなんとなく見るだけで、自分の中で、ああ、いいな、なんかちょっといいなとか、季節を感じるなとか、なんか、あ、鳥の鳴いてるチュンチュンの音が聞こえるなとか、方法景況が聞こえるなとか、そういった時間っていうのが、自分は意図してないんですが、自分の体が、反応して、ちょっとずつね、ストレスや不安っていうのを軽減してくれるっていうことが考えられるんですよね。で、他にも、ガーデニングありますよね。こう、土を触るっていうことですね。そういう土を触るっていうのもいいかなということが考えられております。土を触るね。で、土の中にはいろんなこう微生物がいたりもしますし、そういう自然に触れるっていう、この手を使って触れるっていうことも結構大事のようなんですよね。なので、ちょっとずつそういう、まあ家の前に、なんかこう観葉植物を育ててみたりとか、するっていうのも結構本当におすすめかなと思いますね。ガーデニングもそうですし、まあその横にもしね、その椅子を置けるんだったら、そこで椅子を置いてちょっと深呼吸してみたり、他にも外でちょっと、ウォーキングもそうですし、ランニングもそうですし、ヨガやストレッチみたいなものをしてもいいかと思いますね。ただこう今からだとものすごく暑くなると
思います。ものすごく暑くなると思いますので、その塩梅ね、暑すぎて、その暑い中、めちゃくちゃ暑い中で我慢してやると熱中症になってしまったりとか熱射病になってしまったりすると思うので、その塩梅は自分で気をつけながら、できる範囲で始めてあげてください、ね、そのスタート地点としてもちょっとこう、窓があったらそこのカーテンガッと開けてみて、あ、今日の天気こんなのか、ちょっとそこでぼーっとしてみる。それだけでも随分と変わってくると思います、うん、ね、こうなんとなく今光が当たってますけど、このなんとなく当たってる光っていうのが僕たちにとって結構、ね、大事なんですよね、どうやら。でそれは人工の光にはないような、あの光の周波数みたいなものが含まれていたりもしますから、光の周波数って言うとあれですけども、そういったものは本当に自然光からじゃないとなかなか得られるものではなかったりするので、部屋の中が明るいからって言っていても、やっぱり植物くんたちも部屋の中だけだと、体調が悪くなるようなものと同じで、僕たちも部屋の中にある光だけではやっぱり体調っていうのがあまりよろしくなくなってしまう可能性があるので、とりあえずちょっと外へ出てちょっと動いてみて、ちょっと良かったなと、で帰ってくるっていうことをやってみてくださいね。はいね、こう意図的に本当にこの時間はやりますとか、今日はこういうことをしますとかっていうことをやろうとしないと、人間なかなかいつものこう習慣から抜け出すことができなかったりしますんで、やろうやろうと思ってちょっとずつね、良い方向へ、習慣っていうのを作り直してあげてほしいかなと思いました、ね、僕もこうこういう動画撮りながら自然の中に行ったりして、動画も撮りながら、活動してますが、やっぱりね、自然の中で撮る動画とかを見た時の方がなんとなくいいなってこう感じることが多いんじゃないかなと思います。でそのなんとなくいいなと感じた時に、あ、今自分なんとなくいいなと思った、いや、なんとなくいいなと感じているなっていうことに、ね、気づいてあげてください。これはメタ認知って言われるものでもあるんですけども、自分の状態が今どういう状態なのっていうことを自分が客観的に見るとか、そういったことなんですけども、それをやることで、自分の体調が悪い時もそうですけど、自分の調子悪いと感じているなとか、自分が 何かにイライラしているなとか、何かこう悲しいと感じているなっていうことにも気づけたりして、他にも自分が焦っているなとか、自分が不安と感じているなとか、イライラしているなっていうことに気づくことで、気づくことで初めてね、対処できるんですよね。じゃないと、その状態になっていると、一心同体になっちゃうと、なかなか気づけなかったりします。なので、自分を観察するためにも、今自分の気分の変化っていうのは、なんとなくこう、自分でこう、把握してあげるというか、その練習にもなったりするので、外を見たときに、パッと見たときに、ああ、なんかいいなと思ったら、ああ、なんかいいなと自分は思ったんだなと、いうことを、認識してあげてください。理解してあげてほしいと思います。で何かいいなと思ったら、何かいいと思うなりに体が求めていたりするものでもあったりするので、そこにも気づいてあげてほしいと思います。例えばこう外を見ました、何かいいなと思った、部屋の中を見ます、何か嫌だなと思ったら、多分皆その方の気持ちとか体っていうのは、今はね、家の中よりも家の外にある何かを求めているっていう可能性もあったりしますよね。でその時に外を見て、何か気持ちがホッとしたなとか、中を見て、と思ったら、この気持ちの変化ね、視点が移動したことによる気持ちの変化に気づいて、ね、外を見たり、中を見たりしてみたときに、なんとなくいいなと思った方に、結構、こう、自分の体っていうのが、そこに求めている要素があるということが考えられるので、そこにもね、気づいていってあげられたら、ちょっとずつね、良くなっていくし、と思うし、良くなる道が見えてくると思います、自分にとっての。ね、いいなと思うのであれば、ちょっとずつ外へ行く時間を増やしてみようということもできるだろうし、今度はピクニックに行こうとか、ちょっと朝散歩しようとか、ランニングしちゃおうかなとかね、そのために新しい靴買っちゃおうかなとか、お弁当作っちゃおうかなとか、ね、そういう計画も立てられるだろうし、その中には気持ちを動かすワクワクの部分もあると思うんですよね。で外で体を動かしたら、やっぱり体力もついてきます、ね、体力がついてくる、体力がついてくると、やっぱり自信も湧いてきますし、息切れも減るだろうし、でお腹が減るので、しっかりしたものを食べると思います。そういういい連鎖が始まると思うので、本当に外で運動するということは本当に本当に本当におすすめです、
汗をかいたらなんか気持ちいいなって思って夜よく眠れたりとか、そういう本当に些細なことではあるんですけども、そういったところを本当に本当に大事にしてあげてほしいなと思いますね。はい、ということで今回は外をね、見る時間を意図的にこう徐々に作って、そういった時間を増やしてあげたりとか、その時の自分のこう気持ちの変化っていうものを自分で観察して、自分が求めている、自分の体が求めているものっていうのは何なのかとか、自分が癒されるね、瞬間ってどういうことなのかとか、どういう音が好きなのか、どういう音は嫌いなのか、ね、そういったものをちょっとずつ理解してあげてられたらいいかなと思います。他にも、ちょっと話が伸びちゃうんですけど、自分にだけ注意を向いているっていうのも、それはそれで、あまりおすすめではなかったりするんですよね、実際問題。それは自分のことを考え続けると、自分のことを考えていたりするので、考えているからこそ出てくる悩みとか不安要素とか恐怖心みたいなものが、にずっと注意が向いてしまうっていうことも考えられるんですよね。なのでこの、自分が注意を向ける、バランスじゃないですけども、自分にだけ注意がいってる、特に不安になってる時っていうのは、不安な要素にばかりね、注意がいって、ずっとこのことを考えているからずっと辛いってなってしまうと。じゃあその要素が発生しない外とかに行けば、やっぱり減るだろうし、気持ちも切り替えられるだろうし、ね。この気持ちの切り替えっていう意味でも、外をちょっとちらっと見て、そこで一回深呼吸したりとか、そういう習慣っていうのをね、始めてみてあげてほしいと思います。もう今日からできますからね、もう今からできますから、はい、というお話でした。はい、ちょっとね、今回は短かったかなちょっと最近ちょっとよく分からなくなってきてしまったんですけど、そういうふうにちょっとこう窓を開けて、外を見るっていうことを始めてあげてください。窓を開けるっていうのは結構ポイントです。カーテン越しだと自然光の力はやっぱり弱まってしまうし、窓ガラスだけでも窓ガラスによって光が遮断されてしまって、その中に必要な要素っていうのがこう結構含まれてるってことが考えられるんですね。遮光してしまうんで、なのでちょっとでもいいから窓を開けてみる、で外覗いてみるとかね、であれだったら外行ってみるとかそういうちょっとしたことなんですけども、そのちょっとしたことで結構自分の気分とかっていうのがこう変わってくるかなと思いますね。ちょっとずつね、始めていけばちょっとずつ良くなってくるので、ちょっとずつね動き始めてもらえたらいいかなと思います。ね、大丈夫ということですね。で、大丈夫っていうのもね、自分自身で自分に対して言ってあげてくださいね。もっともっと僕は結構言ってます、自分自身にね、大丈夫大丈夫ってちょっと外行ってあげるからねとか、大丈夫大丈夫ちょっとこう今気分落ち込んでるけど、外でなんかこう美味しいもの食べながらぼんやりしようよとか、自分自身に対してそういう言葉をかけて、でこういうメモを取ったりして自分の気持ちをこう整理したりとかするってことが結構ありますんで、皆さんもねそういったことをやってみてもらえたらいいかなと思います。こんなの100円均一で売ってますからね。はい、ということで今回もお別れする前にですね、呼吸法やりましょう。今回も10回やりましょう。最近この動画を見たらしっかりと呼吸法やるっていうことをやってみてくださいね。本当に本当におすすめですし、ちょっとずつ練習するっていうのはとてもとても大事なことですし、習慣化するっていうことがね、本当に皆さんのそれこそ人生を変えてしまうと言っても二言はっていうかね、大げさではなかったりしますんでね、ちょっとずつでは呼吸法も習慣化していってもらえたらいいかなと思います。ではいきますよ。不安を軽減する呼吸法です。やり方はとても簡単で、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。これを10回繰り返します。でその時に鼻から息を吸った時に1回、2ってこう数を数えてみてください。そうすると注意がね、体に向きやすくなると思います。いきますよ。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。1、鼻から息を吸って、
口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。2、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。3、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。4、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。5、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。6、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。7、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。8、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。9、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。10、おまけにもう一度鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。はい、落ち着いたかなと思います。こうやって自分で自分をリラックスさせてあげられるんだ、自分の不安を軽減させて、あげられるんだっていうことをね、反数思考を止められるんだっていうことをちゃんと繰り返し繰り返し自分の体にね教えてあげてください。大丈夫だよ大丈夫だよっていうことで、そうやると体は大丈夫なんだっていうことが分かると、不安要素っていうのはものすごく減るだろうし、恐怖心っていうのも減ってくると思いますね。体のこわばりも、軽減されるだろうしね。なのでちょっとずつちょっとずつ、何かあったらもう本当に深呼吸をやると、呼吸法をやるっていうことを習慣化していってもらえたら、ちょっとずつね、心の安定、気持ちの安定、体のこわばりを、外していく、体を緩めていく、そうやってちょっとずつちょっとずつ日常生活の中に自分のリラックスっていうものを増やしていけるかなと思いました。ではね、今回やったこともそうですけど、何かあったらこうちょっとずつね、行動したら行動したでメモしてあげて、あ、自分結構なんだかんだ動いてるな、行動してるな、チャレンジしてるなっていうことも記録してあげてほしいし、自分の頭の中に何か不安がよぎったらそれを書き出して紙の上で対策を立てる、紙の上で頭の中にある悩みを処理するっていうことも始めてあげてください。そしたらちょっとずつ、良くなっていくと思いますね。不安を消して消そうとせずに、それを対処するっていうことをやってあげてください。ではね、ちょっとずつね、外を見るようにしてみてください。ではまた、この場所でお会いしましょう。またね、ちょっとずつね、良くなると思います。大丈夫です。ではでは。よっ。